なんかでもねそういう中でね僕が香川一区を見た時に香川一区と合わせて見るとすごく実は面白いものを見つけたんですよ。うん、これねあのちょうど12ヶ月ぐらい前かなあのちょうど12月4日の東京新聞で ちょうどね政治家の収入が<ー>毎年の収入が報告されてこれってんですよねはい、はい、でこれ見ると、まあ、四国で見ると一区で受かったの小川さんで、うん、数字で総収入が一番左の数字で,うん、うん、で資金管理団と体その隣が資金管理団体の収入でうん、うん、その隣が いいが政党支部の収入で企業団体研究はどうですかというと、うんまあ、小川さんのこの、ね、収入の低さたるやというのと <laughs>、うん、それに比べてこの平井拓也さんのね,すごい,すねいやー<ー>もう戦力が、まあ、こんなにカバン違うんですかいやいやーもう本当だからもう本当になんか何でしょうね78倍ぐらいの差がある。うんうん というですね。まあ、<え>どういうのがあって。でもまあこれつまりはこれだけじゃなくて、他のところの与党と野党のね。 この収入の違いみたいなところで見ていくと実はいろんなものが見えてくる結構僕はね香川一区と合わせて見たいのがこの政治資金の国会議員の収入っていうのでこの収入だっていくらでも迂回するような方法ありますからねだからこのでも見えている収入だけでもこんなに圧倒的な差があるんですよね。ということはねやっぱり思いました。小川画面にずっと出てるのは 小川純也なんですよ多分78割ぐらい彼が写ってるんだけれども、うん、小川淳也議員がこんなに写って間違いなく主役だし彼のことをみんな主役だと思っているんだけれども全く主役感がない、うん、主役感がないというのは彼が魅力的じゃないとかそういうことでなくてむしろなんかすごくあの前作以上に彼の何でしょうねあの人柄とかというのにフィーチャーされてるというよりも彼を通して見えてくる選挙戦の構図、うん、つまりこれ描きたいのは。 あ主,主役は民主主義なんだなっていうふうに思っていて、うん、多分もう相当多分だから本当はいろんなシーンがたくさんあったけれどもあえて入れずにめちゃくちゃなんか硬派でソリッドな内容になっていったっていうのは、うん、まあ途中から多分本当にこの映画でもう議会制民主主義とは何なのか民主主義とは一体何なのか有権者とは何なのかっていうのを、ねうん、追いかける映画にもうするというですねやっぱ強い意志を あの映像からやっぱ感じたんですけどそういうふうに意識されたのっていつぐらいからだったんでしょういや本当にあのありがたい過分なお言葉なんですけれどもそのまず最初に小川さんの選挙戦をあの彼の人物ドキュメンタリーの続編として描く部分はもちろんあるんですけれども一番大きなテーマとしてはあの小川さんが戦っている相手の大きさですね。うんえー、それはまあ平井さん という個人だけじゃなくて、えー、平井さんを取り巻くもの、あるいは自民党の底力とは何か、そこをきちっと私なりに知りたいというのは、大テーマとしてあったんです。でもやってるうちに、まあ、それをも,もちろん取材として分かってくることもあるんですけども、まさに津田さんがおっしゃったように、こう有権者とは何なんだと民、民主主義とは何なのだという思いは、本当に強くなりました。でそこはちゃんと それはもちろん小川さんを支持している有権者の熱もそうだし、あるいは映画の中で描きましたけれども、あの期日前投票をしてあの、市役所の脇のビルの2階に、その,あの会社から言われたっていう人たちが入っていって、確認書面を読み <laughs> 込まれていって、みんな組織的な投票をする。<笑><笑><笑>会社あるみで強制させられるとかはもう。 むざむしいい気持ちというかですね、うん、まあ仮にこれがあの似たようなことが各地で行われているのだとしたらでそ,れによっその評差によって勝ち負けが仮に決まっているのだとしたら小川、うん、さんは勝ちましたけど,ましたけどそういう表の票差によって勝ち負けが決まっているのだとしたら、うん、これは一体何なんだということを考えざるを得なかったし、うん、で私そう映画見た方からもそのツイッターで。 あのシーンを見てて私も昔やってました、えー、女性で, <laughs>、うん、で恥ずかしながらその時はおかしいと思わなかったっていうことをあ<ー>あのでその方は前作を見て政治のことを考えるようになって、うん、で今回香川一区を見て、うん、あのその方も香川県の、うん、ご出身の方なんですけれどもあ<ー>あの会,会社の社長に車で連れて行かれて確認証明をしたと。うんうん、でも 当時はそのことおかしいと思ってなかったっていうふうに書かれたんですね。うん、ツイッターで。いや、そういうことなんだよなと。いう、うん、で、やはりそのどっちの一票も。私がその,、ね、その直撃した方々、本当は明らかんと。お答えしてくれたんですけども。その一票も。もう小川さんとかに。祈るように入れている一票も同じ。一票ですからね。だから、ま、う、あ、ん。うん これは一体何なんだろうというのは強く思ってだからまあそういったことも含めて有権者っていうのを描きたかったんですねであのこれあのちょっと劇場の舞台挨拶では説明してるんですけどこの,あのポスターのチラシポスターのデザインが皆さんにこれ何なんですかって言われるんですよでこれあの目がぐるぐる回りそうなんですけど人のモザイクを表していてで人のモザイクっていうのとあと 青が実は小川さんの色で赤が平井さんの色で,で実は見えづらいんですけど緑があってこれ維新の町川さんの色ででそれぞれの得票数に合わせて面積が割り当てられてるす、ね、あすごいい,いデザインでるそういうデザインなんですで、うん、もうこんな説明しないと分かんないデザインってどうなっていうのもあるんですけど <laughs> でもそれだけ モザイク上だし有権者にもグラデーションがあるし、うん、これはもういろんな地方でいろんな、うん、あの有権者の方がいるっていう何かねこれがもちろん小川さん淳也さんっていう方の人物ドキュメンタリーとして始まったんですけども日本中にいろんな香川一区がきっとあって、うん、あの自分の地域の投票行動がどうなってるのかとか、うん、そんなことをちょっとでもあの感じてもらえたらいいだろうなっていうふうに途中から思うようになりました。うんうん